はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。甘首と申します。この、奇食シリーズと言いましょうか。奇妙な食事と書いて奇食。いよいよ第5弾ですね、今回も。なんか一部界隈では、楽しみにしますという声もあってですね。まあ、だんだんとちょっと浸透していってるこのシリーズ。今回は、なんと、メインのお食事が2つ。そして、なんと、デザート編で1個。ご用意した、ちょっとスペシャル版でお送りしようと思います。まずは一つ目の紹介です。こちら、宮崎県都農発の梨カレーということでね、都農町で育った、これはなんだ、新高梨で作った美味しいカレーということで、これは都農町の方で、サービスエリアで売っているということでして、こちらも知り合いの方からですね、宮崎県の、お土産として買ってもらいました。梨カレー。まあ、梨のペーストが入った感じなのか、それとも梨がゴロンと入ってるのか、ちょっと想像ができないところですけど。そして、もう一つはですね、こちらも、まあそのご当地系と言いましょうか。こちらです。ドーン！京都水族館で買える焼き鯖カレーでございます。完全に鎌首がちょっと隠れてる。こちらはですね、大阪天王祭の方で、リスナーの方から、差し入れですと言っていただいた、中の一部を今回せっかくだから食べて紹介しようと思います。なんか焼き鯖っていうのがすごい気になったので、もうついねこれは撮影しなきゃと思いました。そして、もう一個がですね、これも同じく京都水族館の方で買えるこちら、海の仲間塩ゼリーということで、最近デザートの塩っていうものが流行ってる中で、塩大福、そしてなんだっけな、塩系の中で、塩キャラメルとかね。そしてその中の塩ゼリーというね。それをどんな味なのか、せっかくなんで食べて、感想、飲みようと思います。よろしくお願いします。はい、それでは早速、梨カレー、そして焼きサバカレー、ですね。中を温めようと思います。はい、じゃあこれ梨カレーです。梨カレーを、入れちゃいます。そして、もう一つの、焼きサバカレーの、中身こちらです。よいしょ。じゃあこちらをですね、約5分、お湯で温めますので、じゃあ5分後にお待ちください。はい、お待たせしました。出来上がりました。左が焼きそばカレー、そして右が梨カレー、真ん中には塩ゼリーということで、ね、じゃあせっかくですからもうね、今回は3個立て、まずは梨カレーからちょっと食べていこうと思います。感じはね、こうすごいシャバシャバしてる感じなんでね、若干スープカレーに近いものがありますけど、じゃあちょっと食べてみます。いただきます。なるほど。でも結構甘みあるわ。なんだろう、すごい果実のな、果汁入りのカレーみたいな。梨の味がそこまでするのかって言われたらそんなにもしない。でもなんか違う味がする。これはね、なんだろう、美味しいかまずいかって言われたら、ちょっと中間やな。私個人からしたら、そこまでちょっと進まなかったというところありますけど、次この焼きサバカレー行こうと思います。この焼きサバカレーね、匂いがすごいですよ。焼いたサバの匂いが、うわーすごいする。じゃあちょっとこっち食べてみます。こっちはどちらとドロドロ系なんだよな。お、うわうわ、これめっちゃ魚、めっちゃ魚言うても焼きサバやから、そうやな。本当にサバを焼いたやつ、焼きサバをカレーにぶち込んだらこんな味っていうものがもろ出しです。でも、どうなんだろう、好きな人は好きかも。どっちも好きな人は好きかなーっていう感じの味がする感じです。じゃあ最後にこの塩ゼリーいただこうと思います。京都水族館のお土産、焼きサバもそうですけども、美味しい。こっちはすごい美味しい。なんだろう、そんな塩みたいな、なんかしょっぱいって感じもなく、いい塩梅に、なんか塩のこう、塩のちょっとしょっぱさがほんのりあって、でも、つるんとこう入りますね。
これありですね、塩ゼリー。多分普通にあのスイーツ専門店とかでなんか出したら、すごいあの女の子たちに総受け合いなこと間違いないと思います。ということで、いかがでしたでしょうか。今回は梨カレー、焼きサバカレー、そして塩ゼリーを3つ紹介させていただきました。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。